髪の毛を塗っていきます。髪の毛もベースに R の000を使います。メインの髪影が V の91で、色味を多くするために BV の000もところどころ影として使っていきます。肌に続いて R の000を多用しているんですけど、こういう薄い色は何回か重ねるとある程度濃くすることができるので、とても使い勝手がいいと思います。コピックをこれから集め始めるぞっていう時には、いきなり濃いめの原色とかから集めるよりも薄めの同系色から揃えていくと、色数が少なくてもまとまりのある絵が描きやすくて、ちょっと上手に見えるのでいいかもしれません。肌を塗る時にも言ったように、コピックはやっぱり払いの方が綺麗にフェードアウトするので、どんどん髪を回転させながら、なるべくこうツヤの方にフェードアウトするように塗っていきます。R の000でベースを塗り終わったら、この色が乾ききらないうちに V の91でどんどん髪筋を塗っていきます。上から R の000を少しだけ足して、境目をぼかしていきます。
前髪がある程度塗り終わったので、他の部分も同じようにやっていきます。肌の時と同じようにある程度ブロックに分けながら乾かないうちに作業ができるようにやっていきます。この子は髪の毛の毛先の方の色が抜けているという設定があるので、毛先は R ではなく E でベースを塗ろうと思うので、今はちょっとまだ開けておきます。今回髪の毛の外側の方は光で色が飛んでいるというつもりの塗り方をしているので、あえてきっちり塗り切らないように白を残すようにやっています。なるべく顔側に色が集まってる感じにしています。私今までこの V の91って使ったことなかったんですけど、今回いただいたセットの中に入っていて、すごいいい色で、もっと早く使ってみればよかったとすごい思いました。 R ととても相性のいい色だと思います。今まで R の000で髪の毛を塗るときは RV の23とかで影をつけていたと思うんですけど、もう一段薄い色でとても扱いやすい色だと思います。
はい、髪の奥の部分を塗っていきます。ここは割と単純で BV の000で下に向かって少し明るくなっていくように意識しながら塗っていきます。ここの奥の髪色はいろいろ実験してみたんですけど、あまり色を混ぜない方がぼんやり向こう側に霞んでるように見えていいんじゃないかなと思います。なんか絵を描く時の理論で、奥にあるものは明度は高く、コントラストは低めで塗ると遠近感が出るっていうのがあったような気がするんですけど、そんな感じを意識しながらやっていきます。逆に思いっきり描き込んで奥行きを出す方法もあるんですけど、今回は色数が限定されてるのと絵の雰囲気を踏まえてこっちの塗り方にしてみました。はい、顔周りですね。ここは顔側にはみ出してしまうとリカバリーが難しいので、特に注意しながら慎重に塗っていきます。線画がない部分の奥の髪の毛を描き足していきます。遠くにあるぼんやり感を出したかったので、最初から線画は描かないでおきました。はい、ちょっとはみ出したところもあるんですけど、後で仕上げの時にホワイトで綺麗にするので、今はとりあえずこのまま置いておきます。これで髪は完成です。次に服を塗ろうと思います。